はい、皆さんこんにちは。今回なんですけども、1曲目は VS ゴスジクライドリ、2曲目は VS 嬉しの竜、3曲目は VS 筋違い角の3本立てとなっております。それでは本編どうぞ。お前がゴスだ。さあ今日も脱いでいきましょう。3段の方ですね。ゴスジクライドリと見えました。あ、居飛車ですね。じゃあ振り飛車でいきましょう。さあどうきますかね。ゴスジクライドリってことは試験飛車、ちょっと早めに金を上がって対策をしておきましょう。多分ゴスジを取ってくるんじゃないかなと思うので、すぐ金上がれるようにしておきます。で早く組んでいきたい。まだ早いです。振り飛車アナグマ。もう一手待ってくれ。よし、ありがとうございます。抜けた。今日も抜けました。さあここからですね、どういきましょう。ちょっと金銀が真ん中にいるので2分30秒、やはり玉頭から攻めていきたいですね。これは2筋に飛車を転換できそうな気がします。その作戦でいきましょう。あっとやってしまったこれはいけない、これは良くないです。お相手の方はそれを迎え撃とうという感じですね。これは無視しましょうかね。さあどういきますかね。歩が一歩欲しいところではあります。2分。これ一回取ってみましょうか。で桂馬が来たら角を逃げましょう。でこれは放置します。でここでどうにか勝負ができる手がないかなんですが、桂馬打ってみましょう。どうかなこれはどうですかね。ちょっと玉が弱いので、守備力が弱いのでちょっと無理な気もしますが、ただ攻めがつながればどうにかなるか。もう一回、あ、角成りありましたか。まだなんとかなるのかこれはまだなんとかなるのかこれは。例えば3七金とかで結構厳しいような気もしますが、1分30秒。まあ一旦取りますか。ははははなんかありますかね。ちょっとこうやってゴリゴリ行くしかない気もしますが、次は単純に、3四銀狙いですね。で飛車を成っていこうっていう感じですが、これはなかなか厳しい手ですね。同飛と取れないし、玉の頭に金か銀を打とうってことですね。1分。一旦王手しましょう。どうですかね。もう金銀打ってきたら素直に飛車で取りましょう。あ、そこに打つんですね。これは取るしかないか。
ちょっとこれでしのぎましょう。しのげてるか、これは。まだしのげてるか。しょうがないですね。さあ取ります。ちょっと30秒厳しいか、厳しいか、厳しいな。厳しいな。20秒。これ単純に取られてもダメですね。あ、ですよね。これは受けもないし、鬼神の力を。わしの言って言ってから手遅れよ。見放された。見放された。見放された。鬼神にも見放された。つらい。鬼神にも見放されていく。これは罪ですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。負けだ。ちょっとうまく攻めれなかったですね。はい、じゃあ次行きましょう。お前が後手だ。はい、2段の方ですね。よろしくお願いします。対局開始。隣流ってことは、あ、出た出ました、中飛車。みんな大嫌い中飛車。これは左側のパンツを狙います。嬉野流なんですかマジかよ。あ、素直に居飛車、あ、振り飛車にすればよかったですね。これはまさかの嬉野流でした。いや、でもまだ可能性はあります。お相手がしっかり受けてきたりしてくれれば可能性はまだあります。居飛車穴熊。これはもう無理かこれはもう無理かな。これは無理ですね。はい、さあ2分30秒。まだまだ対局は始まったばかりです。これ一回取りたいですね。一回取りましょうか。ちょっと飛車を転換しましょう。使えてないので。これ同歩と取れ、あ、同角と取れそうなんですが、どうでしょうか。うん、まだまだなんとかいけるんじゃないでしょうか。この手に対して何かありそうな気がしますが、2分。何もないのか。さすがに何もないか。銀を一回受けますか。受けておきましょうか。なんか微妙ですね。これはなんかないのか何かないのか。振り受けましょう。単純に金が来られても嫌ですね。銅金と取られても嫌です。1分30秒。一旦馬を作りましょう。で、上部を強くしといてどうですかね。あとはカウンター狙いでお相手の攻めを待つという感じですね。さあ、ちょっといやらしいので受けます。そうなるのか。
竜さえ封印してしまえばどうにかなりそうなのでと思ったんですがちょっとダメだったか。1分。なんかあれですね、うまくいきませんね。なんか付け入る手があればいいんですけど、単純に、あ、これは竜が来てダメですね。あー、ちょっといいとこ見せれないですね今回。いやー、詰みですねこれは。一手猶予をもらいましたが、どうしようもないですね。ちょっと耐えてみましょう。歩伸ばされて嫌ですね。あ、間違うのか、お相手の方間違ったのか。これは30秒。ちょっとこれは希望の光が見えたのかもしれません。いや、そんなことはないか。希望の光はまだ生きているのか。あー、竜で終わりですね。はい、ありがとうございました。お前の負けだ。ちょっとダメですね。はい、やっていきます。前が後手だ。はい、商談の方よろしくお願いします。対局開始。後手で数字違い角はダメですね。怖いですね。でも開くしかないですね。多分角交換ですよね。いやー、これはパンツがさすがに脱げないか。これは厳しいか。いやー、これは厳しいですね。ちょっと普通に対局しましょう。で、筋違いが角は全然わかりません全然、はい、わかりません。なので2分30秒もうすでに困っております。どうやって戦えばいいんでしょうか。どうやって戦えばいいんでしょうか。もう手厚く刺したいですね。そう、ちょっと一旦角引きましょうか。狭いので。これは追い返して大丈夫ですね。これは追い返しましょう、銀を。それであれば左側からどんどん競り上げていくような方針でいきましょう。あっと、これはやってしまってる。これはやってるな。2分。これはやってるけど、銀を出る手がありますね。大丈夫でした。まだまだいけます。まだなんとかなりそうです。さあ、将来は3五銀からどんどん攻めていきたいところですね。さあ、次は金を出ます。7五金ですね。おー、なるほど、そんな手があるんですね。銀出ますか。金出るか。1分30秒。玉を出ましょう。お、切ってきましたか。これ取るしかないですね。ちょっとつないでおきましょう。
うん、ちょっと厳しいです。だいぶ厳しいですだいぶ厳しいです。ちょっとどころじゃないですね。さあ切ってこい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 切ってこない。大手がかかる。追い返すことができない。辛い辛いです辛いですね。これ単純に辛いですね。1分竜に当てておきましょう。まだ分かりませんね。分からないのかな まだなんかどうにか受けてるような気もしますが、首の皮一枚って感じですね。だいぶ悪いです。お、ついに来ましたね。さあ角をどこに打ってきますかね。それとも銀を取ってきますかね。あー、これはちょっと上部に逃げたいですね。まあ、ちょっと時間切れも視野に入れつつやっていきましょう。でも厳しいですね。だいぶ厳しいですね。角を打ってくる手は、これは取れないですね。ちょっと厳しいか。それで受かります。さあ、あの歩を取れさえすれば、これは詰めろとあの歩を、7674の歩を取ろうって言ってるんですね。これでだいぶ安全になったんじゃないかなと思います。これは大丈夫そうですね。はい、ありがとうございました。お前なら極められるかもしれんの。ただパンツを脱げていない将棋ウォーズの王道。はい、ありがとうございました。はい、今日はパンツ1枚でしたね。1曲目は鬼神に見放され、 2,3 曲目はいいとこを見せれず、パンツも脱ぎたいところではありますが、将棋の内容もちょっと今日はひどかったですね。はい、頑張っていきます。ありがとうございました。